今回対決サクサクセス実況2回目、戦う選手は2017年新加入の巨人の新守護神カミネロと対決していきましょう。今画面に能力が映ってますが、まあ弱い。まあこれは仕方がないね。シーズン始まる前に査定してですね作ってるので、まあこれからねシーズン途中にアップデートがあるならば確実に強くなるうちの一人の選手ですね。ここまでカミネロ、まあ巨人戦でね守護神として登板して、目立った炎上もなく、しっかりとですねクローザーとしての役目も果たしてくれてますから、いいピッチャーですよね。まあこんな能力の低いピッチャーでは間違いなくないですよ。コントロールももっとあっていいと思うし、変化球ももっとあってもいいかもしれない。ただ球速に関しては164で間違いないですね。これはカミネロが出した最高球速、去年のメジャーリーグのシーズンで叩き出してますからね。まあ日本ではまだ160キロも超えたことないんじゃないかな。まあ見てる限りの試合では、まあ全て見てるわけではないですけども、超えたことはないと思いますが、まあ去年出してるのでね、今年ももしかしたら、まあもうちょっと暖かかった高くなってくる、まあ夏とかくらいにね160を出してくるかもしれません。状況が整ったら十分にあるでしょう。大谷の最高球速も超えるかもね。日本最高球速が165キロですから、十分にそのポテンシャルはある選手になるわけだね。まあ能力自体低いですけどもね、クローザーで164出せるんだから相当強いでしょう。実況2回目、初勝利できるようにいい選手を作っていこう。今回作る選手の球団設定はカミネロ同様巨人で OK ですね。持ち込みアイテムは1枚しか持ち込みません。球速強化カード、やっぱ球の速いピッチャーですからね。こちらも球の速くていいピッチャーを作っていかねば。ただ能力を考えたらですね、それ以上のカードを持ち込んで作るのはちょっとずるというかね。まあそんな持ち込まなくてもいいと思いますので、この1枚だけ持ち込んで作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス、ステージ1-1-1やっていこう。いきなり怒りがいるね。そして変化球は V すら変化量2がついてるぞ。素晴らしい、いい変化球だ。これを強くしていこう。そして怒りカモン、ライジングショットだっけ、キャノンだってくれよ。くれるぞこいつ。あ、球速4上げてくれた、これはありがてえや。いや怒りの特殊能力もね、あの特殊な変化球もここでゲットすることできるからね、サクサクですね。まあ、ここではくれなかったケチな野郎ですけどね、全然教えてくれねえわ。じゃあ球速2アップ、129キロ、もう120か、早いな。でこれで130いったかな、131、いいね。いや164なんて言わないからね。大谷の球速超えてチャップマンも超えていく。パワープロでは最高球速が175くらいだっけ、多分それくらいだったと、マックスがね、それ以上上は確かないはずなので、170キロ台を目指してみようよ。そして宝箱もあるな。あれ、これカミネロじゃないの？だよね、カミネロだ。速球中心が起用法についたぞ。だからこれ、変化球よりも球速を大事にしていかないとね。オートペナントで回す際はこの球速が非常に大事になってくるわ。スタミナ超人ね、いいだろう。で、ただもう球速パネルはないのか。スタミナに関してはもう十分だからね。これ以上踏まなくていいくらいだわ。クローザー1イニングですから。まあ、たまに2イニング活かされる時もありますけどね。そんなに必要はない。キャラクターワイワイステージ。よっしゃ、これキャラクターたくさんいるとこだ。無限に出てくるステージだね。うん、もうすでに3人出てきてるという。特殊能力も教えてもらわないとね。の前にまずは宝箱。何？変化球。おーやばい、 V スラの変化量がえぐいことになってるよこれ。無地パネルが輝き出した、いいね。おにぎりパネルは下に出てきてる。これで変化量6、パナイパナイ、超やばい。下にまだあるからね。おー体力超回復、やばいやばいやばい。セシカモン誰？山口だ。はい、コントロール4アップ、レッツゴー。まだまだ強くして、まだまだ強くなれる、鳴らしてくれ。高木牽制丸がついたね、いいね。もっとだもっとだ、もっとよこせ、俺をもっと強くしろ、お前らにはその宿命がある。はい、金縛りで選手は動けない。カモン、マイコラス、コラスマイ、スタミナ先発だが、スタミナいらねえんだよな、ぶっちゃけ。おいーす、また輝き出した。おにぎりパネルは上にあるね、取りに行こう。シャリまくりじゃないですか。無限にプレイできるよ、このステージ。ハテナマスでよく体力も回復するしね。しゃ。無限出てくる。しゃ、8回復。いや、もうこの時点でカミネロ超えれそう。ははぶっちゃけた話をするとね。あ、でももう終わらないとね。調子乗りすぎだわ。コントロール4アップ。スタミナばっか上がってどうすんだ、これ。先発ピッチャー作ってるわけじゃない。クローザーだっつってんだろ。もういらねえわ。十分すぎるほどあるわ。これだけスタミナあったら先発に回されるかもしれないね、CP に。うん。肝心な球速は全く上がってないよ。
逃げ玉、これで終了。体力もねえし、ちょっと余計なことしすぎたな。スタミナマスばっか踏んじゃったよ。さてステージ4、まだ残るステージ残ってますからね、ここで球速上げていかないと。あ、変化球パネル来た来た来た。 V スライガーの変化球もようやくこれでつけれるわ。わ、彼そこに来るのかい。嘘でしょ。また鬱陶しいとこに来たなこいつ。あ、いけるか、はめれるか。よーし、はめれた。オッケー、体力回復来た。これ野球マンも来たぞ。どこだ、そっちか。どうだ、こっち来るかな。体力的に来てほしいんだが。来たね。よし、回復。オッケー。ヘイユ、ナイス、ありがとう。コントロール上げてくれたよ。あ、何コントロール、あ、よかった。スタミナとコントロール入れ替わって B の75になった。これはよかった。スタミナいらないからね。これが先発ピッチャー作ってる時にこの入れ替えだったら最悪だったわ。でもクローザーですから何度も言ってたでしょ、スタミナはいらないって。うわ、ほんでそれでまたスタミナ上がるんかい。もう先発やれよお前。先発かロングリリーフだろ、こんなもん。クローザーで使わんわ。うわー、肝心の球速が全く上がらない。でもぶっちゃけもうこの時点でほんとカミネロン勝てそうなんだよな。それくらいちょっとあまり強くないからね。うん、特殊能力3つついたぞ。いや、もっと球速欲しい。最悪150は欲しいわ。いやー、うん、そっちに来るか。宝箱も近くあるし、どうだ。お前また鬱陶しいとこに出てきたな、これ。こっち来んなよ。で、残る体力は 7?7 だね。まあ、とりあえず宝箱取って、スタミナ超人ね。またスタミナがある。先発じゃねえんだよ、オラはよ。オラ先発違うんだ。クローザーなんだわ。これで終わり。うわ、もうでも最強すぎるね。まあ、ちょっとカミネルトラタイプは真逆だけどね。コントロールはあるが、球速はない。変化球ももう最強じゃないですか。できればカミネロと同じタイプで勝ちたかった。もう勝った前提で話してるけどね。まあ勝負したかったわ。ちょっと理想としてるピッチャーとは違いましたね。はい。これがクローザー起用ですから。バカだね。これをクローザーで使うの、先発で使ってもいいくらいだよ。防御率2点台とかもいけるだろうね。球速が147キロとカミネロとは程遠いが、コントロールに関しては A の88。もうカミネロとは真逆だね。本当にめちゃくちゃコントロールのある選手ですよ。で、スタミナもクローザーなの C の69と余分にあり、変化球も V スラ変化量6、カーブも変化量3。そして特殊能力には伸び C、逃げ玉、牽制丸、リリース丸、打球反応丸、低め丸、対強打者丸がついてますからね。ただ、カミネロにあったことにより、起用法が速球中心になっているので、まあ、オートペナントで回す際はあまり変化球は使わずに、速球を中心に組み立てるピッチングになるからね。そう考えると、ちょっとこの球速ではきついような気がする。これ、マックス147ですから、平均だと140前半とか、それくらいになるからね。まあ、厳しいような気がするけども、能力は十分カミネロに勝てるような投手だね。オッケー、じゃあ今からオートペナントで回して対決していくぜ、ベイベー。今回は僕が作った選手からオートペナントで回していきます。起用法は、クローザー起用で、起用法は守護神でいきたいと思いますのでね。カミネロもオートペナント回す際は同じ起用法でいきたいと思います。初対決になる今回。まあ、どんな戦いになるか。まあ、間違いなくレベルの高い戦いになるんじゃないかなと俺は予想してますのでね。勝つ負けるにしても最高の戦いにしましょうよ。行きましょう。僕が作った選手、1年のシーズン開幕じゃーい。僕が作った選手、1年のシーズン終了。成績オープン、ダダダン。クローザーですからね、下の方にいるはずだ。さてどこだ。山口は1試合も登板してないんだね。何しにこいつ巨人来たの。腹立つわ。まあそれは一旦置いといてね。怒りはありますけども、どこだどこだどこだ。防御率が低い順にこれ今並んでますからね。低ければ低いほど先に出てきますから。どこにいる。まだ出てこない。まだか。いたー、入りました。いたいたいた。これやばくないっすか。防御率1.01。 リピートアフターミーン。 1.01 です。やばすぎる。オーマイガー、最強すぎるクローザーをどうやら俺は作ったらしいね。歴史に名を残すんじゃない。まあ、1年だけじゃダメだけどね。これを何年も続けないと。素晴らしい。で、53イニング結構投げてるね。投げての3勝3敗。まあでもこの防御率で3回負けている。ちょっと印象として
しては悪いかな。で、勝率は5割。で、セーブが42個。いいじゃないですか。42といえば、あのね、ヤンキースのレジェンド。いや、違う。MLB のレジェンドだね。最強のクローザー、リベラと同じ背番号ですよね。おわ、これはいいな。で、ホールドポイントが9。中継ぎでも登板したということか。で、登板56試合で、三振が46。三振率は 7.76。で、フォアボール5個。少ねえ。デッドボール1で、四球率は 1.01。やばい少なさだね、これは。うん。で、打者190人に対して、基本塁打は1本。誰だ？この190人のうちに誰が打ったんだろうね。まあ、さすがにそこまではわからないからね。ちょっと気になるけども。1本しか打たれていない。で、被安打は26本で、被安打率、被打率ですね、これ。1割4分3厘ですから、まあ、いかにすごいかっていうのがわかるわ、数字を見ればね。そして、得点圏安打が3安打のみ。で、得点圏被安打が1割2分。ということですね。VIP は 0.58! 何この VIP やばすぎない、化け物じゃねえか、お前。これは、前世紀の上原以上だよ、この VIP はね。いや、歴史に名を刻んだわ、この VIP。すごすぎる。歴代ナンバーワンでしょ。ちょっと後で調べましょう。で、失点6、自責が6という、もう最強すぎるクローザーですね。マシソンはマシソンですごいけど、この投手すごいわ。そして先ほどのウィップ歴代1位の件調べてみました。ネットで調べたらすぐに答えが出てきたよ。現在のウィップのシーズン歴代の記録はですね、1936年、タイガースに所属の影浦勝さんが、叩き出した0.71 がこれ歴代のシーズン記録になるというわけ。ということは、僕の作った選手はそれを上回るウィップということになるんだね。やばくないっすか？歴代ナンバーワンのウィップを叩き出しちゃったんですけど、これって本当にパライよねって、恐ろしいよねって、すごくないっすかって、実況2回目からこんな選手作っていいの？いや、もう圧倒的なクローザーやね。誰も文句言わないでしょう。これに文句つけるやついたら、そいつの胸ぐら掴んでいいと思うわ。これも神ネロ相手にならないんじゃないかな。ああ、もう、話にならないだろうね。そしてタイトル取ったのか。まあ、取れるとすればシーズンのね、最多セーブくらいしかないですから。まあ、たまにね、MVP とかも取ることはできると思いますが。まあ、この場合はないでしょうね。ないですね。まあ、新人王はタイトルに含まないので、取ったのは、あら！最多セーブ、ジャクソンが取ったか！ま、数ですからね。防御率とかそういうの含まないから、単純なセーブ数だとジャクソンの方が多かった。まあ、広島優勝してますからね。そういうこともあり、セーブ機会が多かったんだな。ジャクソンのセーブ数は何個？ 51 個！また成績もいいわ、こっちもね。まあ、でも防御率見たら俺の方がいいんだけどね。あ、そう。まあでも、ジャクソンだな。残念。最多セーブは取ることはできず、上には上がいたというパターン。まあ、あくまでも数だけ見ればね、内容はこっちの方が上と言ってもいいかもしれないよ。僕の作った選手の成績はこのようになりました。本当にとんでもない数字をね、叩き出したので驚きですね。まあ、確かに1イニング限定でこれだけの変化量、で、これだけの特殊能力があって、コントロールもあったら、そら、歴代ナンバーワンのウィップ叩き出すわな。はい、とんでもない選手を作ることができました。じゃあ次はカミネロをオートペナントで回していきましょう。クローザーで、起用法は守護神起用でいきたいと思いますのでね、同じ起用法になりますね。僕の作った選手はシーズンのウィップ記録を塗り替えるというとんでもない活躍をし、まあ俺としては勝利を確信してるんだけどね、もしかしたらカミネロがそれ以上のものを叩き出すかもしれない。やっぱ持ってる球速に関してはクローザーの中では今ナンバーワンだと思いますのでね、そういう可能性も十分にあるですよ。でも大丈夫、絶対に勝つからね。カミネロを今からオートペナントで回していこう。1年のシーズン開幕じゃ。カミネロ1年のシーズン終了、成績オープン、ダダダン。さて、クローザーですから先ほど同様下の方にいるからね。そして山口はまた一度も投げてない。何しに来たんだ、ほんといい加減にしろよ。お前横浜帰れよ。おっと、申し訳ないね。ちょっと腹立ったわ。ちょっとじゃない、結構腹立ったね。さて、これまた防御率順に並んでますからね。カミネロの数字が良ければいきなり出てきた 1.84! いい数字ではあるが、防御率に関しては俺の方が上だね。いや、素晴らしいよ。これでもかなり素晴らしいよ。こんなクローザーがいたらみんな笑顔になる。ハッピーハッピー、超ハッピーだね。ただ、
ただ防御率に関しては俺の方が勝っている。見ていきましょう。そして44イニング。イニング数でも俺の方が上か。投げて1勝2敗で勝率は3割3分3厘。セーブ数が38で、ホールドポイントが4。登板が46試合で、三振が49個。脱出三振率が10割ですね。10% ですね。まあ、だから9回投げた計算では脱出三振10個取れるという計算ですよ。で、フォアボール21多くねえか？イニングの半分近く、フォアボールを出してるってことだもんね。デッドボールも2個。四死球率は 4.70。さすがに濃厚すぎるな。これだとほんと、毎回ランナー出してんじゃないの？で、基本塁打2本で、被安打28。被打率は1割8分1厘。まあでもさすがだね、この低さは。うん。得点圏だと3割、3本しか許してないからね。防御率がいいのはそこに理由ありだよ。これフォアボール数とか見たらさ、結構ランナー許して得点圏に行ってると思うんだけど、そっから3安打しか許してないんだから。そら防御率1点台になるわな。ああ。で、得点圏被打率0割7分7厘。すごすぎます。ウィップは 1.11。あ、まあでもそこまで悪くはなかったね。うん。で、失点11、自責は9点。ということになりましたね。いやー、いい成績ではあるんですけど、ちょっと濃厚すぎる。ちょっとどころじゃないね。防御率はいいが、あまり信頼感はない。典型的なクローザーだね。毎回ランナー出すも抑える。まあ、タイプ的には沢村と同じだよね。ハラハラドキドキ最後まで刺してくれる。まあ、そっちの方がいいというファンもいれば、俺みたいにも頼むからしっかりと抑えてくれよ、と思う人も多いでしょう。信頼感はないわな。短期決戦でこういうピッチャーってあまり使えないよね。フォアボールで自滅したりするから。フォアボール数がこれもっと少なければ防御率 1.84 ではなく、もうちょっと良かったかも。もうちょっとどころじゃない。1.5 切ったかもしれないね。そして、カミネロは何かタイトル取ったのか、まあ、セーブ数でもこれ僕の方が上ですからね。これで取れてるってことはないんじゃないの。ジャクソンがおそらく取ったと思うわ。どうだ、あ、やっぱジャクソンだね。ジャクソン強えな。まあ、だからこれカープが強いからだよね。強いと勝つし、あ、でもカープ優勝してね、横浜優勝してるよ。よかったね、横浜ファン喜びなさい。で、と、互いにオートペナントで回し終えたので、今から成績を見比べていきましょう。こちらになりますね。上が僕の作った選手、下がカミネロ。まず防御率で見ると 1.01 と 1.84。この差というのはものすごく大きいと思います。1.01。の方が圧倒的にいいですよね。そして53イニングと44イニング。イニング差でも、まあ約10イニングの差があっての、これですから。で、3勝3敗と1勝2敗。負け数に関しては俺の方が多い。やっぱ負けっていうのは良くないかな、クローザーでね。ほんで、クローザーの勝ち星っていうのもあまり褒められたものではないよね。大抵1イニング投げて、その後チームがなんか、なんていうの、逆転しての勝利っていうケースが多いですから。まあ勝利数に関しては多ければ多い。で、喜んでいいことでもない。で、セーブ数で42個と38個で、セーブ数でも勝っている。で、その他の数字を見比べるとね、やっぱ僕の選手の自慢、ウィップなんですけど、0.58 と 1.11。フォアボール率の差を見てくれよ。こっちは5個。カミネロ21個で 1.01 と 4.70 ですからね。これだけ多くの差が生まれてしまっている。とんでもないことでございますよね。はい、その他の数字を見比べれば、この対決というのは誰がどう見ても分かる対決なんじゃないでしょうか。実況2回目、新守護神カミネロと対決してみました。結果は、僕の作った選手の勝ちということでよろしいでしょう。この対決は分かりやすい対決になりましたね。もう先ほど言った通り、まあ防御率で単純に勝っている。セーブ数でも勝っている。まあどっちが安定感のあるしね、安定感があって、そして信頼できるクローザーかといえばもう僕の方でしょう。で、例えば皆さん想像してくださいよ。日本シリーズのマウンド。9回どっちに託すってなったらもう確実に俺の方じゃないですか。これでカミネロの方に託すやつがいたら、そいつは敗退行為だね。監督やめちまえ、違法な行為ですよ。何にかけてんだ、教えてみろこの野郎ってなりますからね。間違いなく僕の選手の方が多く取るというか、みんなが取るでしょうね。10人の監督がいたら10人が俺を取り、俺の取り合いになる。
ね、いろんなもん取っていきますよ。俺のあそこだったり、たまたまだったりね。なんでだ、おかしい。話の方向がちょっとずれてきたね。やめましょう。下ネタを言うつもりはないのでね。はい、実況2回目で無事勝利することができましたよ。まあ、今回は僕の選手、作った選手が良かったということもあるけどね。うん、それが良かったよ。ただ、神の自体ものすごく強い選手ですから、これアップデート入ったらさらに強くなるわけですからね。これ完全体ではないわけだ。今後絶対にね、シーズン途中アップデートが入って、また神なのの能力が強くなると思います。その時にまたこれ対決しましょう。そうすれば今回みたいに勝てる。ということはあまりなさそうだけどね。まあ、でも、勝てたのは事実ですからね。このシリーズ初勝利ということになるわけだ。まあ、今後やっていく中でね、もっともっと多くの選手と戦って勝っていきたいと思いますのでね。先ほども言った通り、カミネロとはまた今後対決していきます。よい。実況3回目、また別の選手と対決していこうと思います。この選手と戦ってほしい、あの選手と戦ってほしいというリクエストがある方は、動画のコメント欄もしくは私の Twitter の方に送ってきてくれよな。次回また見てくれ。グググググバイ。また会おうぜ。